バセーブルードガスコーニュは、フランス原産の単足セントハウンド犬種の一つである。バセーブルードガスコーニュ12世紀に誕生した犬種で、グランブルードガスコーニュのから生まれる、単足個体をもとに作出された。19世紀頃には、バセットハウンドとバセーアルティジャン・ノルマンの地が導入され、今日の姿となった。主にウサギやキツネを狩るのに使われた。パックで獲物の匂いを追跡し、 発見することが仕事である。基本的に獲物への攻撃はあまり行わない。20世紀頃に、狩猟の縮小によりその頭数は激減し、さらに、第二次世界大戦の戦果を被り、ほぼ絶滅の状態に陥ってしまった。1911年の時点で99%の犬が死亡し、絶滅の道を歩むのは時間の問題と思われていたが、アランブルボンという本種のブリーダーが、 復興活動を熱心に行い、一人で犬種の再生を目指して繁殖計画を立てた。まず、フランス中から本種を探し出して集め、発見されたメス犬と、これの血を引くバセットタイプのオス犬と交配させた。これによって生まれた犬のうち、足が適度に短いものを選択して、本種の根結種と交配を重ね、以前の性質、姿を持つ犬を復元することができた。 今日も頭数はまだ少なくフランス国外では飼育されていない。ちなみに再生計画を成し遂げたブリーダーは本種を猟犬としてより家庭犬として飼育する方に向いているということをたびたび指摘し、本種は通風を患った年配の漁師のお供に向いているというジョークを残している。このジョークは本種の動きが非常にゆったりしているために言われたものと解釈されがちだが、 実は、体は、その点ではなく、主人思いの犬で、足を痛めて動けない主人を気遣いながら量ができる犬であるということを表したものであると伝えられている。バセットタイプの犬種のため、銅が長く、足が短い。この特徴のため早く走ることはできないが、その分持久力があり、起伏の激しい場所や、大型種が入れない狭い場所にも入って駆け回ることができる。 足が短いこと以外は、プティブルードがスコーニュによく似ている。マズルは、先細りでストップは浅く、首は丈夫である。耳は、長めの垂れ耳、尾は、飾り気のない先細りの垂れを。コートは、滑らかなスムースコートで、毛色は、ブルーローンをベースとして、ブラックのブッチとマーキング、そして目の上やマズル、胸部、足先などに、単のマーキングが入ったもの。 体高34から42センチメートル、体重16から18キログラムの中型犬で、性格は忠実で愛情を深く、警戒心が強い。状況判断力が高く、主人の危機を察知して、迅速な対処を行うこともできる。運動量は普通で、かかりやすい病気は、胃年点や、胴長の犬種にありがちな追間板ヘルニアなどがある。ドッフードの一気食いや食後すぐの運動は、 医念点による死亡のリスクを高めるため避けるべきである。ありがとうございます。